柏シ氏、カシ氏は、品濃国作軍小室本町発祥の希少な姓。本町は、小室上場家の商人町である。柏山隆氏の長男が分家したのが過疎である。明治期の町人の様子を描いた小室商人、太平記に諸国名茶、タバコを販売していた商家の柏山として登場する。柏山隆氏の長男であった、柏山晴利氏が、幕末、 維新期に、国学、科学を学び、家業を継がずに分家して、歌詞を、白等と改め人身戸籍編成時に届け出を、成したのが、菓山姓の起こりである。春都市の弟は、菓山姓を称した。三人の男子が子孫を残したが、その二番目の男子の家系から、菓山純造、菓山金四郎などが出た。鳩屋の演奏は、 カイノ国の戦国大名の武田支配下のより子の一個、柏山氏であったという伝説もあるが、小諸領内旧家録や、小諸領内の特権的商人や、旧家、名家を記載した小諸藩文書には、柏山性は一切見られない。よって、江戸時代は名字を許されていなかったことがわかる。鳩屋は、小諸藩重臣の牧野氏と、牧氏と親しかったとされる。小諸騒動では一時、 牧野、牧野反対派の狩猟であるかろう、加藤六郎兵衛整備が派遣を握り、鳩山でも謹慎処分に付されている。よって、鳩山は、半重心の家と付き合うレベルの家であったことが、伺われる。また、牧野家文書によると、明治初年頃罪があり、数ヶ月間ではあるが縄目となり鳩谷兄弟は、入牢服役していたとする記述が現存している。 柏山氏は所有していた辞書の近くに新越本線小諸駅が開業して資産家となり没落していた小諸の名門氏族と通婚した。同氏は不動産賃貸業や小料理店経営などに手を染めた。この賃借人の一人に島崎東村がいて大家と交流を持ったため、藤村研究において柏山氏が登場することになる。 1904年1月13日に、藤村は、破壊の構想に着手したと言われるが、柏子山磯子と三村紀のを同行して、雪の飯山新州寺を訪れた。翌日対岸に出て、それ遊びをした。また、藤村の著作、菊間川のスケッチに、柏子山磯子が愛さんとして、アルファベットで登場する。小諸市の総当州、海王院。菓子山磯子には、 兄がいたが、婿養子と結婚したため、彼女も同家の墓地に眠る。ありがとうございます。